超フィジルソン実践、今回ですね、今週もやってみますか、トゥーホットゲーマー。はいはい、ということで今回のゲーマー占いは新潟記念ということで、最終週ですね、確かで、こちらハンデ戦の 2000m 戦となっております。はい、でね、去年にはノッキングポイントがこのレースを制しております。はい、まあね、今年で引退しちゃったんですけど、つい最近ですけど、本当だよね、なんか ねこの 2,3 日で目まぐるしくさ引退の馬の情報が入ってきましたね、うん、なんかね、人気馬がみんなね、うん、やめていっちゃって、なんかあーと思いながら聞いたんですけど ね、 でもね、こっからユーキャンスマイル、ブラバス、マイネルファンロン、空手、ノッキングポイント、そうそうたるメンバーだね。だからここはね、出世レースと言ってもいいんじゃないでしょうか。あ、そうなんだ、じゃあ楽しみなレースなんだね、やっぱりね、うん、でまあね、今回福永厩舎も出しておりますということで、そうですね、ちょっとね、台風の影響でどうなるかっていうのが怪しまれてたんですけど、どうやらいけそうな感じかなっていう感じが ね、うん、JRA からの発表が、そんな公式のね、夜間の発売だけを取りやめっていう感じで、うん、一応当日は普通に売るっていう形ですね。あ、じゃあそんな感じみたいですね。なのでなんか、ね、一応ホームページを、ね、随時見てもらえばと思っております、うん、なんかね、イベントごともいっぱい中止になってみたいなね、うん、うん、なんですけどね、はい、そんな感じです。でも先週の競馬占いでは、あの一着を当てることができました、ホームページでは、うん、ほの本赤じゃ、ホームページ、メンバー、あの本当のなんて、なんていうの、メンバーシップ限定以外の方ですね、はい、はい、でメンバーシップの方ではね、3頭なんとそうかっての推奨部から出すことができたんで、もしよければ皆さんね、ぜひね、メンバーシップの方の登録の方もよろしくお願いいたします。だからちょっと喉の調子が悪くて、どうやらね、あのクーラーつけながらね、口を開けて寝てたらしくてですね、喉の調子がちょっとリオンさん悪いんですけど、はい、あの悪いなりにどでかい声で頑張っていこうと思ってるんで、はい、皆様ちゃんと耳を澄まして聞いてもらうといいかなというふうに思います。はい、はい、で今回はパート1パート2に一応分けます。頭数は少ないんですけれども、その方が ね皆さん見やすいかなということで、はい、分けさせていただきます。パート1の方が1から4で、パート2では5から12となっております。はい、ちょっとこれパート2の方が多いような感じがするんですけど、一応枠で、はい、そんな風に分けておりますので、皆様両方見てね、考えていただけたらというふうに思います。どっちかが傾くってことあるんですよね。なんかね、パート1が多かったりパート2が多かったり、だいたいね、数が並ばないんですよ。だからパート1見て、あ、面白くないって思って、パート2見ない方とかもいらっしゃるのかもしれないですけど、できれば両方見ていただけると嬉しいんですけどっていう感じなんですけど、皆さん応援の方よろしくお願いいたします。はい、そしてね、あのこの動画ね、もう最初に言ってますね、よかったなとか頑張ったなとか、あのね、この見たよっていうお印でね、あの一応グッドマークの方をね、グッドボタンの方を押していただけると幸いです。そうするとね、どん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 皆さんのね、他の方にも拡散ができるので、あのしがない YouTube なので、ぜひね、応援ね、背中を押してください、よろしくお願いいたします。私もね、一生懸命皆さん返そうと思って一生懸命頑張って占いやってきますのでね、ね、この占いを頼りにしてるよなんて言ってくださる方も何人かいらっしゃるんですよ、ね、あのそういう方のために守っていってください、このチャンネルを。でなければ、うん、もう出せないなっていう風になっちゃうと ね、皆さんの力になれなくなってしまうので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。はい、ではね、早速ご準備しようと思うんですけど、まずね、簡単に説明いたしますと、この私はね、占い師でございまして、心音占いという占いをやっております。心の音を聞いて占いをしております。はい、そうですね、それでですね、まあ、一般の占いもやっておりますので、ぜひね、依頼の方はね、概要欄の方に、はい、書いてありますのでね、ちょこちょこと最近このね、YouTube の方からね、依頼が来ておりますので、ちょっと順番待ちになっておりますけれども、必ずやらさせていただきますので、鑑定をね、させていただきますので、しっかりとしたものを出していこうと思いますので、はい、ぜひですね、興味のある方はそちらの方を見てください、ね、そしてですね、この競馬占いに関しては3枚のカードからやっております。これメインレースを中心にこの競馬占いではやってるんですけど、競馬占いの以外のものは勝負を上げるという占いを私木曜日の方に配信しておりますので、そちらの方もね、利用していただければというふうに思います。ラッキーからラッキー、ナンバーラッキーイニシャルの方のね、出しておりますので、そちらの方を参考にしていただければというふうに思います。はい、でこの占いの説明いたしますと、3つのカードからオラクルカードから占いをしております。1つ目、1枚目のこのカードが、ですユニコーンの方のカードで、馬の気持ち、馬の心の状態どんな感じかなって、なかなかね、心の状態までわからないと思うんです、パドックで見ててもね、うん、なのでそういうのを探っていきますよ。そしてね、真ん中の海の方のカードで、このジョッキーの心の音っていうのを見ていきますね。やる気があるか、まあ皆さんやる気
けまんまだと思うんですけれども、ちょっと調子が悪いんじゃないかなとか、何かあるんじゃないかな、生活でとかね、そういうのを見ていきますね。そして3枚目のこの女神の方のカードで勝負運というものをこの守っているのかな、持ってないのかなって、今回はあるかなないかなっていうのを見ていきます。でこの3つのね、あのカードからね、合計して総合してお出ししていきます。そしてね、水晶場の方はですね、メンバーズシップ限定となっておりますので、はい、ね、この普通の、アカウントの方ではですね、こちらの動画の方ではこういう風になりましたよっていうのを自分で考えてもらうようになっておりますので、ご了承ください。はい、そういうことですね。はい、ではね、早速ご準備いたしますので、一回動画側を止めたいと思います。はい、紹介いたしました。ではね、1投目の輪からやっていこうかなというふうに思います。はい、1番ゴールドプリンセス、こちらは、ハンデは53キロ、鞍上は菊沢勝樹騎手で、前走は京都の芝 3200m 戦で9着です。ハッピーサプライズのカードが出てきました。いきなりね、結構ね、元気なカードが出てきたんですけど、幸せをお届けするよっていうね、驚きに変えるよっていうような、結構なんか茶目っ気たっぷりの、そういうなんか不思議系の馬ですね。でもなんかインスピレーションが強い馬なので、結構なんか、なんていうのかな、そういう意味では何かあっと驚かせるようなことをし、ね、してくれるような馬なので、馬の状態としては悪くないですね、全然。はい、なので調子は良さそうですね。はい、そんな感じになっております。結構ね、面白いことが好きとかね、人を脅かすのが好きな馬ですね。なので可愛らしい感じの性格ですね、ある意味。なんか友達になるには面白そうな感じって感じ、うん、そんな感じ、不思議系の大馬さんですね。はい、菊沢さんの方見ていきます。夏競馬もね、とうとう終わりですから ね。ああ、でもリリースというカードが出てきました。結構体当たり的な菊沢君の方はすごく強気のカードが出てきております。だからまあ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 、なんか菊沢君の方はいい感じですね。なんかね、そんな感じがします、うん、結構なんかいつもね、菊沢君ではね、インスタでさ、うん、結構ご飯を出してました、奥様の手料理を出してるのは、ね、そうだよね、じゃ多分菊沢和樹君だよね、うん、じゃそうだよね、うん、なんか出してるような感じですね。なのでいつも、ああ美味しそうだし、なんか傾向を考えてもらってるようなね、ご飯を作られてるんだな、奥様は素敵だなと思って思うで見てるんですけどね。はい、リリースというのは解放という意味がございましてですね、もう解放して全てを出すというような、そんな気持ちで乗りますよっていう、すごく強気ですね。とてもいいと思いますよ。馬はあっと驚くようなことをしてかすっていうことと、そう、ジョッキの方はね、強気、すごく出して体当たりに来るというような感じがいたしますので、すごく強気ですね、福沢君の方は。いいと思いますよ、このぐらい強い心を持ってるっていうのはね、いいと思いますね、勝負的には。はい、では勝負の方見ていきます。先週はイエスのカードで1着に来ましたね、トラスト。はい、信頼しなさいっていうカードですね。はい、なので勝負的にも悪くないね、これね。はい、神のカードが出てるので、はい、信頼しなさいというなんか神聖なるカードが出ているので、すごく悪くないです。馬もとっても元気だし、皆さんをあっと驚かせる、幸せに変えるよっていう気持ちでいるし、ジョッキーの方もすごく強気なので、だから思ったよりもなんか今のオッズ、まあ、最初についてるものだと思うんですけど、このオッズはね、うん、よりはいいと思う。はい、なのでなんかもうちょっとなんか面白いかなと思いますけどねっていう感じですね。はい、なので悪くはないですよっていう感じです。はい、そんな感じです。はい、2番、ライトバック、鞍上坂井隆成騎手、ハンデは52キロ、前走は、東京の芝戦2400m 戦で3着です。はい、ライトバック一番人気ですかね、今ね。うん、まあこれは最初についてるオチなので、これ誰が考えてるんでしょうね、私いつも出て、一応過去のとか、はい、そういう、なんていうの、 AI じゃなくてさ、 AI とかもあると思います。この馬はね、とってもかっこいいとか強気の馬ですよね。うわ、トゥルーのカードだわ、とってもいい状態でも、やっぱり飛び跳ねてるというかね、飛んでますね。ねえ、ライトバック前見たんですけど、ね、見に行った時にですね、競馬場にすごい元気な馬でびっくりしましたね、うん、だから気性なんじゃないけど、いい時と悪い時の差が激しそうには見えるんですけど、うん、でもね、この馬のカードを見る限りちょっと
もしかしたら大人になってる可能性が少しありますね。はい、そんな感じで。でも馬の方は抜群に調子が良さそう。うん、うん、すごくいいんじゃないでしょうか。はい、龍瀬くんもね、先週はあのオール何だっけ、外国のジョッキーの方です。まあ、ロールスタージョッキーですね。ね、3着に 3着とか。そうですね、ね、3位って言うんだ、3位になりました ね、 ね、 ね、日本 の勝利に貢献をだいぶしてましたね、うん、あれ3投目で落ちなければ分からなかったね、うん、2位とか1位だったら ね、 ね、あ、ホープのカードだ、これは願いのカードです、望みのカード、これはとってもいい状態。やっぱりリュウセ君でも落ちてもなんだろう、その後も一生懸命騎乗なさってたし、うん、なんだろう、やっぱり強いね、心も強くなってきてるなっていうのが印象的でした ね。そして森枝さんになんかあの一生懸命、うん、森枝さんだっけ、はい、にね、通訳もしてたし、うん、うん、なんか頼もしい若手になってきたなって、中堅どころになってきましたね、うん、すごくなんか若手とあの大御所の、ね、年配の方たちをつなぐような接着剤のような役目になってきてて、ね、自分の立ち位置が分かってきてるような気がしました。はい、そんな感じでとってもいいですよ。だからすごくいい心の状態を保ってます。やる気に満ちてる。なんかすごくなんか頑張んなきゃなとか、そう、すごく反省点も生かしながら乗ってきそうな感じ。うん。とりあえずサムシングベターですね。何か良いことがありますよっていうカードが出ております。なのでライトバックはまだ3歳なんですけど、ここからもどんどん良くなっていくような感じの、うん、まだまだ上がり目の馬ですね。っていうか上がり馬っていうのかな。そんな感じです。なのでね、これはちょっと、うん、これはやっぱりいいですね、この馬は、うん、っていう感じが総合的に考えてもいいかなっていう感じはいたします。私だったら買いますっていう感じ。はい、そんな感じです。はい、3番ジュン・アオニヨシ、鞍上は池添健一騎手で、ハンデは55キロ、前走は、東京の芝 2500m 戦で12着です。はい、ジュン・アオニヨシもね、これもね、本当にいいお前さんだもんね。そうですね、ねえ、うん、池添さん、これ乗ったことあるの？はい、前走も前々走も。あ、そっか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 。じゃあもうあれだね、このフェーブルに会いに行ってましたね、ケンちゃんね。ね、うん、なんかいろんな憶測が飛んでますけれども、必死に耐えてる感じがしますね。はい、クリエイティブのカードが出てきました。とっても強気でいい馬ですよ、これも。もう戦う満々っていうか、もう本当に闘争心丸出しというような、すごく強気。この辺の馬みんな今回いいね、うん、強気ですね。すごくなんかたくましい馬が多いという感じがします、うん、もうやる気満々っていう感じかなっていう感じがしますね。ただこの馬が出てる時って結構さ、競り合いとかだったら最後僅差ねっていうコールのイメージが多いので、ね、そんな感じになりそうなレースかなっていう感じがします。そうですね、プレゼントという台風の目のようなカードができました。これ3週連続出てますね。これ結構でもいい感じだね、うん、このカード出てくるときってやっぱり体当たりですね。これもすごく強気、ケンちゃんの方も、うん、負けたくないとか、ここら辺で形を残したいとか、まあいい馬だから残したいんでしょうね、形を ね、まあ、ねっていう感じはしますね。4歳だしちょうどいい頃だもんね、うん、だからっていうのあるのかなっていう感じがします。とっても強気だし、やる気のあんまなんか、うん、かき回してるじゃないけど、自分の爪痕を残したいとか、うん、そうやって思ってる感じです。ドントストップ、止められないというカードが出てきました。はい、これ操縦ができないとかそういう意味もあるんですけど、結構強気で突っ込んでいきそうだね。これすごい、そういうなんか結構基本なのもなのか分かんないんですけど、もしかしたらケンちゃんの沼ってそういう馬多いからさ、まあね、負けん気が強いっていうかさ、うん、だからもしかしたらそんな感じの意味もあるのかなっていうのが、だから操縦、騎乗がうまくいければっていう、折り合いがつければっていう感じかなっていう感じがしますね。ケンちゃんの場合ドントストップのカードって止められなくて、なんかほら騎乗でっていうのが ね、なんかイメージがつきます ね、そういうのが。はい、そんな感じですね。なのでそこをちょっと考慮していければ、うん、まあ、馬も強気だし、ジョッキも悪くないですよっていう感じが来まして、ね、だからその折り合いがつければいいんかなっていう感じはいたします。はい、そんな感じだと思います。はい、4番新緑化、鞍上は、コアと発役して、ハンデは54キロ。前走は福島ヒンバステークスで、競争中止です。非常に前々走が中山ヒンバで3着でした。
ね、これもとっても人気のある馬ですからね。いや、まあ、あれはね、しょうがない。ちょっとね、しょうがないから運がちょっとあれだったのかなとは思いますよね。でもよくね、復帰したよね。一瞬ちょっとさ、うん、キャッとしたもんね。あ、でもワンステップアッタータイムだ。とってもいいカードが出てる。新緑化がよかったね。すごくなんかね、うん、あの元気を取り戻した感じですね。でね、ここからもう一歩上がるよっていう、ワンステップ上がるよっていうような、うんうん、そういう時が来てるんだっていうカードなので、多分感知はしてますね。っていうか、まあ良くなってきてて、ね、うん、ここからまた頑張っていくよっていう、新たな気持ちで頑張るよっていうようなカードが出ております。すごく良かったなっていう感じがしますね。このカード見る限りでは元気を取り戻してる感じがします。で、こう和田くんのもね、うん、事故が起こった時もそうですね、もうずっとだよね。なんかそれで2人がまた復活してっていうのは、なんかすごく良かったかなっていうふうに思いますね。あとね、なんだっけ、まだほら怪我が治っていらっしゃらない吉田隼人騎手。そう、吉田隼人騎手がね、ね、良くなって戻ってきてくださればね、本当になんか嬉しいんですけどね。どうなんでしょうね、途中経過がちょっとね、その後ね、で退院したっていう話はお聞きしたんですけど、その後がちょっとわからないのでね、リハビリ中なのかなっていう感じはします。本当一つの事故が大きくなりますからね。本当怖いっちゃ怖いですよね。命を張ってっていう感じがします、うん、はい、こうやって見ていきます。あ、イース簡単というカードが出てきました。はい。ちょっと出られないというイメージもあるのかなっていう感じが、多分恐る恐るという気持ちもあるのかな、小和田君の方は。うん、馬の方はね、結構、なんていうのかな、なんかもう、そう、明らかんとしてるじゃないけど、もう行くしかないとか、頑張るしかない、ここから頑張ろうっていう気がすごい満ち溢れてるんですけど、小和田君の方が少し抑えめ。うん、の感じ、少し気持ちを抑えてる感じがする、まあね、だから、うん、もう今回はもういい、とりあえずそう行っちゃえっていう感じよりは、少しそう完走を目指して状態を見ながらやろうかなっていうふうに思ってるような、うん、大事にしていくよっていう感じのカードだと思います。これは、はい、そんな感じですねっていう感じがします。でもオポチュニティのカードですね。恵みのカードが出てるので、すごく性分的にも悪くない、このままだから、この前の事故を乗り越えて少し良くなっていくんじゃないかなってすごく思いますね、うん、なので、そう、小和田君の方が少し消極的だけど、馬の方とあと性分の方は持ち合わせてますねっていう感じですね。なので新緑化自体は少し構想するんじゃないかなっていうか、少しっていうか、なんていうのかな、ね、復活を成し遂げるんじゃないかなっていうような、ね、そう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 、そういうイメージのカードが出ております。いいと思いますよ。でもすごくね、うん、すごく暗いカードが出てくるとどうしようかなと思うんですけど、このぐらい明るいカードが出てるので、すごく安心しましたねっていう感じです。はい、うん、はい、はい、ということで、はい、パート1が以上となります。そうですね、ちょっと早いと思うんですけど、もう ね、はい、パート1はここまでとなりますので、皆さんパート1パート2をぜひね、ご覧になってからで、絵の馬券を選ぶ参考の一つにしていただければというふうに思います。まあ、そこそこで見て、そこそこでっていう、まあ、うん、いっぱい見てください。そこそこで見ないでくださいね、うん、いっぱい見てそこそこで、ね、内容を入れて、うん、頭に入れてほしいかなっていう感じはいたしますのでね、はい、これが全てではないと思いますので、はい、そんな感じになっております。ね、ぜひね、このグッドボタンの方よろしくお願いいたします。はい、はい、ではパート2の方に続けていきたいと思います。